はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョウでございます。今回ですね、バッドベイビーっていうマップで遊んでいこうかなと思います。お母さんがあなたを保育園に迎えに行くのを忘れたので、あなたはタフになって自分で家に帰る道を探すことにしましたと。親に捨てられました。我々は親に捨てられたので、もう自分で強くなって家に帰っちゃおうというような感じになっています。知恵の電動バブーって、はい、ボンボン爆弾バブーって。そうなので、今日はですね、動画班全員、赤ちゃん言葉でいきましょう。俺も赤ちゃんの方がいい？いい？ちょっと今日だけはちょっと初心に帰って、リリチョウもちょっと赤ちゃん当たり前いらない当たり前バブーって。ということで皆さん早速遊んでいきましょう。いい大人が来ちゃう。バブー、20代後半とは思えないバブーって。バブーミュート推奨じゃない、おい企画になんないじゃろうがじゃん。おい、はい、ということでですね、皆さん、これまあもちろん赤ちゃんになるのは当たり前なんですけど、簡単に言うとバッドベイビーなんで、悪い赤ちゃんを目指さないと意味がありません。でどうやったら悪い赤ちゃんになれるかっていうと、まずここ物を壊していきます。こんな感じで物を壊すと経験値が溜まっていくと。で、外のエリアに行けるようになったりとかしていくわけですね。そう、だからひたすらに我々はここで壊していきます。いいか、ジョックマックンいいって、頭になんかナイフ突き刺さってるけど、そうだね、黙れって。のっちゃん一緒に遊ぼう。リリ君のっちゃんと遊ぶ。リリ君のっちゃんと遊ぶ。のっちゃん海賊王になるバブーってね。だって弟くんだって数年前でしょこれ。だってそまだ覚えてるんじゃない、赤ちゃんの時覚えてんじゃない。だってそうじゃない、だってそのレベルでしょ。だってやっと二足歩行できるようになったんだよ。なめんなよクソがって。いやそうじゃんね、絶対ね。あーこれダメだ、ほらレベル2になんないとみんなのとこ行けないんだって。皆さん、ひたすらちょっとこっちの方壊していきますか。じゃあ、はい、こんな感じで壊していきます。こういうことか。お、なんだこれ、うん、よくわかんない。はい、レベル2になりました。ちょっと動画班いくね。よいしょっと、はい、来ました。早いな、動画班レベル上げんの。俺いまだにレベル2やぞ。よいしょっと、はい、こんな感じで壊していくと。でレベルが上がったら多分次のエリア解放されるんかな。これ何レベル？いけるね。まあここら辺はパッて行っていいと思うんで、ちょっとじゃんじゃん行くんですけど、ほら皆さん見てください、右側マップがあって、だから最初がスタート、次デイケーで、アウトサイドスペクテークルパーキングミュージアムママで、ママのところに行くとゴールです。だからゴールまではひたすら頑張らないといけないわけですね。これレベル4じゃないと壊せないんだって。でここレベルによって壊せる壊せないがあるのか。僕を捨てたママを殴ってやるバブってことな。あなるほど。なんかグゾコミさん、なんかあるんですか、赤ちゃんの時のエピソード覚えてますか。言うてまだ中学生でしょ、なんかちっちゃい時のこと覚えてる。いちご柄のパックを持ったお姉さんについていこうとしたらしい。なんかそういう素質があったのかもしれない、昔から。グゾコミさん可愛い人に目がないですからね。なんか他になんか動画班覚えてる、なんか赤ちゃんの時のエピソードとかありますか。俺なんか動画班のそういうエピソード聞いたことないよね。 You ある、何、棚の上に登っておもちゃで窓を殴りまくって割った赤ちゃんが、赤ちゃんが、死ぬほど怖くねそれ。まさにこのマップの象徴じゃん You。 だって今もなんか You なんか怒ったら怖いもんね。 You なんか怒ったら暴れ出すんよ、あーとかなんか連投とかしだすからさ。でもその時から素質があったのかもしんないね、悪ガキのね。ナオくんコマンダーテルキあたり気になるけどね。なんか普段おとなしいやん。なんか普段動画の中じゃおとなしいメンバーも赤ちゃんの時はクソガキだったみたいなこと結構あるあるやもんな。リリチオは赤ちゃんの時の画像をほら公開してる、サムネイルにもしてるから、まあ、俺はこれ以上話すことはないんだけど。トイレに入ってた。なんかあれ、なんかアヒルさんのトイレってこと、赤ちゃん用のさ、なんかアヒル、違う。どういうこと、使ってた、みんなが使ってるトイレに虐待受けてる大丈夫、虐待じゃないそれ。写真があった、いやリアルスキビティトイレやんそれ。やっぱラドンから始まったのかもしんないね、スキビティトイレは。あそうなんだ。抱っこされて、お腹を押されて肩からゲロを吐いた。なんか赤ちゃんあるあるみたいなエピソードだよね。あーなるほど、そういうのもあるんだ。
保育園で一切笑わなくて半年ぐらいで保育士さんがやっと笑ったって泣いてくれた。やっぱ白クマだから感情がなかったのかもしれないね。今めっちゃ笑顔だけどね。うんうんうんってうなずいてるけど、ほら、はい、うんうんうんって。だから頭にナイフ突き刺さってんのか。え、なおくん、あのブルドーザーかショベルカーになりたかった。人間をやめたかったんだね、もうね。ブルドーザーか、そういう赤ちゃんエピソードもあるみたいですね。はい、まあ、みたいな感じで皆さん、あの雑談しながらね、ちょっとレベルを上げてるんですけど、よし来た。ほら、なんとか皆さんつきましたね、デイケア。だから、あの赤ちゃんのなんかスペースあるじゃん、そこからは一応出れたみたいな感じですね。だからここを次は壊して、次のエリアに進んでいかないといけないと。ちらってこれ実況者の動画見たらさ、あの後半かなんかあれだよ、なんかロケットかなんか持ってたよ。今なんか攻撃手段が続きじゃん。なんかね、別の攻撃手段みたいなのあったよね。課金したんかな。 OK、 これ壊す。よいしょと。 OK、 レベル上がった。これアウトサイドってどうやって出んの、これ。こっち出る気は出てるよね。ここまだ壊せないの。あー、レベル10じゃないと無理なんだ。それまだちょっと上げましょうか。よいしょと。え、クソクムシの方面もいけんのこれ。あー、これレベル9だって。ちょっと一旦ここでレベル上げて9にしてこっち行こっか。多分ね、動画班が今こんな感じですね。12レベルがちらほらと9レベルがちらほらいるんで、みんな向こうに行ってるんで、ちょっと追いつかんとな。あう一応高校3年生の代ですからね。あの17歳ですよ。家の中のものがさ、全部破壊されてきたんよ。え、これどうするん、これ全部破壊されてきたら。あ、一応壊せんのか。多分俺これなくなるぞ、壊すものが。ほら、ほら、もういい、中のもの全部壊しちゃうんだけど。よし、これ足りるかな、レベル。一応壊していってます。テルキくん何してんの。なんだろう、そのジャンプ力。なんかテルキがなんか スーパー赤ちゃんになってんだけど、俺の赤ちゃんとテルキの赤ちゃんで何がどう違うの、マジで。よし来た、レベル9。やっといける、これで。だから動画班、なるべく皆さんチャットしまくってください。何でもいいですよ。なんか思いつかなくても赤ちゃん言葉よ。そうだね。あーバーブーということでいきましょう。あのちゃん一回次。はい、レベル9になったんで、このエリア行けるわけですね。行こう。で、こっちはトイレとかか。はい、ここをね、全部壊し、あ、ここレベル10じゃないと壊せねえわ。これごとぶっ壊せるんだね、トイレは。あ、これ壊せるね。多分これ、どういう状態だよね、これね。あの、赤ちゃん死なない、これ。大丈夫？すごいね、お母さんに捨てられたからっていうこの執念すごいよね。何としてでも自分で強くなってやるみたいなね。完璧で、そうだね、これ推しの子じゃん、これ生まれ変わってんだよ。よいしょ、はい、壊せる、あとの全部。 OK、 はい、レベルアップ。後片付けは誰、明日の朝に先生がやります。リトルが保育士になりたいでしょ。こういうことやから、動画班みたいな赤ちゃんいたら終わるよ、マジで。ストレスしかたまんねえよ。園長とかの子におもちゃ流られるのはちゃんと、あ、そうや、ラドンが今あれなんよ、保育園のなんかサポートのバイトみたいなのをやってるんよね。やったことある、やったことある、やってるか分からんけど、いるもんね。お利口さんもいればクソガキもおるからな。ラドン先生頭とか言って、なんかおもちゃかなんか思いっきりぶん投げてくれね。ちっちゃい子の前やったらずっとニコニコしてるから、うんうんうん。この経験を生かして動画班の時も常ににっこりスマイルや。いいな。動画班いいか、笑顔やぞ、笑顔。赤ちゃんの時の笑顔を忘れるな。お前ら今真顔でやってるだろ、ロブロックスな。スマホの前、パソコンの前に座って今真顔だろ。で、俺に言われたら真顔でチャット打ってる。ダメだよ、笑顔ね。全員スマイルを忘れちゃダメなんだよ、動画班。いつもニヤついてる。いや、それはそれで怖いよね。え、理事長さんって、え、どうしたの。左奥に来れないか。あ、ラドン、そこ今来たんやけどさ、12レベルやろ、俺入れんのよね。俺入ろうとするとさ、俺死んじゃうよ、ほら。12レベルだから、ほら、これ死んじゃう。そうなの、うん、これレベル12だって。理事長が赤ちゃんになるから、動画班が保育士役になって、誰が一番理事長をこう癒すことができるのかみたいな、理事長バブバブコンテストやろっか。これが社会人かって、はい、仕事やもん、だって仕事やからいいやろ。遊びじゃないから、たまには有給を取るバブかーって。ダメですよ、ノットと俺でバブバブコンテストやろ。で、どっちが本物のバブバブかを決めるみたいな。あ、それ企画として取ろっか。誰が一番赤ちゃんになれるのかみたいな。VC もつけてもらうわ。うん、はい、ということで皆さん12レベルになったので、こっちですね、ダクトを多分、ほら、換気扇を破壊して進めるわけだね、こっちに。邪魔だな、よし行こう。あむー、これアウトサイド出ました。
早いな。サンゴパイセンもうミュージアムだって、なんで他よりも2倍3倍の差がついてんの。マジでよくわけわかんないよね。なんか一人だけ圧倒的に進んでるぞ。ママに要はさ捨てられてるわけや。けどもあって、あのママをぶっ倒そうみたいな流れになるかもしれないね。少しでママぶち殺せるバブーってね、ぶち殺しちゃおう。ほらこれ赤ちゃん NG 入ってんじゃん。ほら赤ちゃん NG がよ。13レベルだ。次皆さん、次ここの橋壊すよ。多分動画班に会えるんじゃないかな多分。Welcome to babies and gentlemen。 レディースじゃないんだ。はい、来ました。ついにもうあれじゃない、ミュージアムじゃないわ。ほらスペクテークル、ここ行ってパーキングミュージアムでママやから、これ動いてるぞ。やばいだろ、でも人殺しやろこれ、うん、はい、いいですね。ピエロを壊して次のエリア目指していきましょう。あ、レベルめっちゃ上がりやすいね。リーチョが来るまで待ってるバブーって。はい、皆さん3号パイセン到着らしいです。早くねマジで。 OK、 14。パーキングってどこから行けるんだこれ。駐車場だよね。どこだパーキングって。ノットトラドンが今いるね。ノットラドンが今いて、ゾウを解放するバブー。あー、そういうこと、ね、ここでゾウが捕まってるので14レベルで破壊します。これはい、バブー。はい、これでゾウを壊すことによって、これ開けてくれるってことか。あ、なるほど、そういうことね。これなかなかの折半だな、この赤ちゃんな。マジで。はい、行きましょう、皆さん、次のエリア。車破壊していきます、これ。はい、もうこれやばいですね、これ。あ、もうこれ やばいですね、ほら、もう殺してます、これ。気持ちいい、バブーって。てかさっきさ、ナオくんとかがあれやりたいって言ったじゃん。なんかブルドーザーとかになりたいって言ってたじゃん。赤ちゃんの時の夢とかはあんの？幼稚園、保育園の時になりたい夢とかあったの？なんか小学校ぐらいになるとさ、なんか無難に公務員とか学校の先生とか言い出すじゃん。でも幼稚園とか保育園って意外にぶっ飛んだ夢を持ってる人いるじゃん。あ、弟くん新幹線の人なんだ。なるほどね。ラドンテレビバブ。どういうこと？映したかったバブって。もうテレビマンやね。うん、そっか。もうテレビになりたかったんだね。テレビに出るんじゃなくて。あー、やっぱ、グソクブサアイドルと。いいですね。無難に。で、サンコパイセン飛行機と。やっぱなんか乗り物系好きなんだろう。皆さんなんかね、ちょっとね、これ、奥の方ミュージアムなんで、あれだね、これ、博物館か。もう、博物館一回壊していってる感じですね。これ何レベルまで上げればいいの？サンコパイセン、ママは何レベル ?15。あ、じゃあもうちょっといけるやん。ほら、みんな見て。もうみんな15とかなってきてるわ。はい、ランキーボックス、海外 YouTuber ですね。破壊。はい、もうなんか、はい、なんかベルトも破壊。最悪ですね、本当に。ギリチョは幼稚園の時は何になりたかったのか。確か幼稚園の先生と結婚したいって言ってた。バスで送り迎えしてもらうんよ。あの、送迎バスみたいな。あの、絶対先生の隣じゃないと泣くらしい。幼稚園の先生と結婚したいとか、学校の先生と結婚したいとか、あったでしょ小学校の時。ねえよって、いや、ない、いや、あるだろ、嘘つくな、お前、こら。さすがに、ババアはきつい、バブって。確かね、20代後半とかやったよ、当時は。20代後半はババアじゃないでしょ、全然。ババアやで、ババアじゃねえよ、お前、何言ってんだよ、お前。失礼すぎやろ、お前。ばあちゃん。あ、やめなかった。オッケーオッケーオッケー。さあ皆さん、念願の、これでは多分ママに会えるということでですね、ママに会いましょう。よーし、コマンドおいで、こっちおいで、よしよし。なんでだよ、そっちじゃねえよ。こっちだろうが。さあ皆さん、なんとか着いた。多分ここでいいの？これ壊せばいいの？これ。なるほど、このフラミンゴを壊せばよかったのか。はい、フラミンゴを壊して、フラミンゴ移動してます。どうだ？開いたー！ゴートゥーママ、ママのところに行こう。いた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 。ママー、念願のママですよ。いた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 。あ、これわざと、ああ、なるほど。消えていってるね。これ誘導してんのか。こっちへおいで、みたいな感じで。あ、多分この家じゃないのっちゃう、多分。こっちこっち。さあ、家に帰ったらゴール？さあ、着きましたー。家まで帰ったけど、これはこっちでいいの？あ、これママを倒して終わり？これ。バブーという感じで。はい。あ、会えたー。なんか全然嬉しそうじゃねえ。うん。やばい、ほら、なんかこれプロレス技みたいになってるよ、これ。なんかプロレスの技みたいになってんだよ。何してんだ、これ。
なんだこれ。はい、ということでした皆さん。はい、腕引きちぎれましたね。あの完全に虐待やんマジで。動画班も今回ね、あの幼児対抗したので、視聴者もね、たまにはあの赤ちゃんを思い出してやってみてはいかがでしょうか。ということで今日の動画は終わりです。皆さんお疲れ様でした。